ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は野村古道作ゼニガ平次鳥物控えより娘の守り袋この作品は昭和28年、1953年オール読み物8月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。 娘の守り袋、第一章わやべん、足のところへイソロロが来ましたよ。八五郎がまた、妙な報告を持ってきました。六月のある朝、無風の薄曇り、今日もまた、うんと暑くなりそうな日和です。いい年をしてみっともねえ、どこへイソロに行くんだ。人への尻をはしょって、 三本朝顔の世話を焼きながら平次は気のない返事をしております素足に冷たい土の感触こいつはまためっぽういい心持ちですわが居候に行くんじゃあれなせんやわが居候をいたんでへっ、てーなんでしょ八五郎は相変わらずのお酒煙草たいして決まりも悪がらずに縁側の上に大アグラをかいて 平治のの作業を眺めているのでしたおめえが居候を置いたあいつは合意だなしとる欲もふたある欲も大した違い悪めえからついでに俺も居候に追いつくれねえかつくづく実定取りなあのご奉公が嫌になったよ置いても構いませんがね姉さんはどうなさるんでおおなるほどそこまでは考えなかったよこう言った平治と八五郎ですご用が暇で暇でで 夫もないこの,頃です夫も私のところの居候は女の子だから少しは役に立ちますよ。タバコも買ってくれるし使いっ走りもしてくれるし頼みはお酌もしてくれる。頼まなきゃおめえの手酌を眺めているのかお仕掛け目にしちゃ少しわがままが過ぎるようだな。へえ <laughs> まあそんなおって。いやあにニヤニヤするじゃねえか。どこの棚だらしで名は何という歳はいくつだ 棚ざらしなんかじゃありません。枝からもぎたての桃のような小娘で、名は推しの。可愛らしい名でしょう。年は少し上げ、数えて十三。<laughs> なんだん。まるっきりの年齢じゃねえか。俺はまた、羅生門菓子から転げ込んだ、公約だらけの年明けかと思って、いい加減肝を潰したよ。年明けの起きては十七だが、 あそこはうんとお飾りのサバを読んでどうかすると男役も過ぎたのがいるんだってね気をつけた方がいいぜそんな化けそうなのに関わりありませんよわしを頼って転げ込んだのはお大名のお年金のような子でおじゅうさんまだお手玉で遊んでいますよいやそのか愛らしいということ八五郎は目を細くするのですんだってまたそんな娘をおめえみてえなものに預けたんだ おめえみてえな気になりますね。これでも向こうや何やら行くと、長年一番の人気者で。まあ、その気で付き合う。ところでその、娘の身上をまだ聞かなかったな。平門町の和ず屋伊八の娘で。そいつはガーテンがいかねえな。平門町の伊八は、元は社断だというが、金回るやいいんで評判のいい男だ。娘をおめえに預けるわけがねえじゃねえか。 あしもそんなことを言って随分断れましたがね。一緒に住んでいる妹のおまんがだらしねえ上、愛長屋の両隣が、くず屋の旧吉夫婦と、本兵で喧嘩っぱい老人者の木の木勘之助じゃ、娘のしつけができねえばかりでなく、娘が年頃になったらどんなことをされるかもわからねえと、食いぶちつきであしのおばさんに預けましたよ。 なんだ食いぶちつきでおばさんに預けたんなら、おめえが居候扱いをすることはなかろう。やばお客様みていなもんじゃねえか。早くいや、そんなもんで。そのお客様をこき使ったり、おしゃをさしちゃ悪かろう。おばさんもそう言いますよ。でも、おしのちゃんは私と大の仲良しで、頼むと何でもしてくれますよ。はってな野郎だな。 でも、おばさんと二人、鼻突き合わせて、小言ばっかり食らってるところへ。あ、ゲ娘が一人割り込んできたのは、賑やかになっていいもんっすね。それが本音らしい様子です。相手が十三であろうと、六十八であろうと、話し相手には不足する。八五郎ではありません。第二章。<laughs> 八五郎は顎が外れでもしたよぼに笑いの止まらない様子で軌道を押し上げて庭口から入ってきましたおい変な野郎が飛び込んできたよいつでもぶっかけてやれ平治はおかって声をかけました井戸端では女房の星津が洗濯に勤しんでいるよぼすつ月晴れの抜けるよぼないい天気ですそれには及びませんよ。 ゆんべから笑い続けて、何しろピカピカするとしまが乗り込んできて、一晩足とにらめっこでしょそれがおかしいのかバカバカしい。いだって言うことを聞いてくれなきゃ世間の手前、私も帰るわけにはいかねえ。お仕掛け嫁のつもりできたから部屋の隅でも止めてくれと、わしの床の前に座り込んで、てこでも動かねえでしょよっぽど下からおばさんを呼んで、生行動になってもらおうかと思いましたがね。 はっきれた野郎だ。大きくと八五郎のバカ笑いもそれは複雑な照れ隠しらしく司祭がありそうな気がして平次はそれとはなしに後を促しました平右衛門町の社官の八の娘がおしのところに転げ込んでいることは親分に話しましたね13だってねいかに可愛らしい娘でもそいつは押しかけ嫁にならねえよ。 よ兵べ柳原へ来たのは、その、おしのという娘のおばさんのおまんですよ。おばといったところで、年はまだ若え。亡くなったおしのの母親の妹で、出戻りになって兄さんの伊八のところにあっけになり、細々と珍仕事なんかをやっているが、これがね、親分。妙に開き直るじゃねえか。少し目の色が変だぜ。25になったばかりの、 小股の切れ上がった少し飛翔が勝ってるけれどピカピカするようないい年まで星の床の目に座って一晩まんじりともさせないでしょいやもう八五郎は額をたたいたり頬をなで,でたり舌を出したりするのですその言い分はどうもおめえというものが相手じゃ押しかけ嫁や借金取りじゃあるねえ。悔しいがそれが図押しで手っ取り早く言うや。 おしのをけいせと言うんすよなんだつまらねえ早く経し者いいじゃねえか宝がそう手軽に経せらねえことがあるんですよ誰がどんなことを言ってきても娘のおしのを経してくれちゃ困ると父親の伊八にくれぐれも念を押されているんでそれでおめえはどうしたんだそれから一晩にらめっこですよおしのはおまんおばさんを怖がって あっしのおばの懐の中に隠れて出てこねえし、二人やとうとう勝負がつかねえから、えらめっこをしたまま、守備よく用を明かしてしまいましたが。なんだつまらねえ。でも二十五の出戻りのピカピカする年型、それはもう三遍も聞いたよ。おまんというのは強情な女ですね。たった一人の名誉をそばに置きかねて他の他人に預けたとあっちゃ、世間体が悪いからどうしても連れて帰る。こういうんです。 聞いてみるといハチは義理の妹のおまんにも相談せずにそっと娘のおしのを足のところへ預けたんだそうです何か訳がありそうだな足っしもそうやしたよところがおまんもそれに気がついておしのは何か持ってこなかったかとうるさく聞くんです何を持ってきたんだ何にも持っちゃいませんとんだ災難だね平次は一応同情しました 夫もあんな客なら毎晩来たって退屈しませんよ。何をつまらねえ。おまんもそう言いました。当分は毎晩来るとね。八五郎は大した迷惑もしていそうもありません。